しくね。今日も頑張ろう、楽しもうね。始まるよ。北見チャンネルようこそ。信じる物語としても信じない素振りをする北見正ヴィンテージでございます。はい、で今日はですね、リアルタイムでは2022年5月の1日、ゴールデンウィークの真っ只中なんです。今日も雨なんですけどね、前半もどこにも行かず家にいるんですけど、このゴールデンウィークにね、投稿した簡単な弾き語りの方にコメントありがとうございます。まだ返事できてないんですけども、後ほどゆっくり見させていただいて、返信したいと思いますんでよろしくお願いします。ということでですね、今日もちょっとさらっと行こうと思うんですけど、春を待つ手紙やろうと思うんですけども、ですね、2000年に入ってからがな、坂崎さんとのアオライト日本だったと思うんですけども、一度この春を待つ手紙を拓郎さんがね、弾き語りされたことがあるんですよ。本当に普通に、ナチュラルな弾き語りでされたのがまた良かったんですよね。その雰囲気でやってみたいと思います。春を待つ手紙。追いかけました、あなたの姿だけ、幼いあの頃の思い出温めて、あれから行くとせどもさえと次行き、その日を待つように、父はもう行きました。人間だから求めてしまうけど、それこそ悲しみと知ってもいるけれど、変わらぬ心を素直に呼ぶならば、おいらの気持ちは最終電車だろう。足元がグラグラい、めめしくなるまい、男の育児なし、時間が僕らに別れを勧めてる。このままいることで寒い破られるから、美しい誰かの言葉が体をかすめます。あなたはあくまで男でいてほしい。私を捨ててもあなただけ捨てないで、傷つくことに慣れてはいないけど、ましてや人など傷つけられましょう。
生の文字に似合うけど、人生だからこそ一人になるんだね。ここでも春の待つ人々に会えるでしょう。簡単弾き語りもいいもんですね。はい、ありがとうございます。今日はお願いします。